1682年に刊行された初のモリエール全集からドンジュアンまたの名を、石像の縁はモリエールの儀曲1665年発表パレロワイアルにて同年2月15日初演本作はモーツァルトのオペラドンジョバンニにも強い影響を与えている舞台はシチリア島スペインの青年貴族ドンジュアンは菅ナレルを連れて旅に出ている 妻のドンヌ・エルビールに飽きたので、浮気をするためである。菅ナレルにそのことをいさめられるが、ドンジュアンには、最初にできた女と、ずっと一緒にいることなどは束縛でしかなく、とても耐えられないことなのであった。エルビールが彼を追ってきたが、ドンジュアンは、彼女の嘆きを軽くいなしてしまう。ドンジュアンは、菅ナレルさえも呆れ返るほどの放灯者なのであった。舞台は海岸に近い田舎。百 ピエロが婚姻関係にある恋人のシャルロットに手柄話をしている。海で溺れている男性二人を救助したのだという。身なりから察するに二人とも相当に立派な階級のもので、まさしくその二人はドン・ジュアンと菅ナレルなのであった。新たに目をつけていた女性を追って船を出したが、強風に煽られ転覆し、危うく死にかけたのである。ドン・ジュアンは早速シャルロットを口説き始め、 成功しかかるが、ピエロは当然怒りを見せる。シャルロットの不抵行為を言いつけようと、マチュリーヌを呼び寄せるが、そのマチュリーヌまで口説き落とされ、まさにミイラ鳥がミイラになったのであった。ドンジュアンの言葉を信用していては、どの道不幸になるのがわかっているので、彼のいない間に二人の女を優しく説得しようと、スルスがなれる。しかし走行しているうちに、十二名の騎士が、 ドンジュアンを追ってきていることが判明する。ドンジュアンは田舎者に、菅ナレルは医者に変装しての幕開け。医術を信じるかどうかで、ドンジュアンは菅ナレルを言いまかすが、議論に白熱して、道に迷ってしまう。そこで、森の貧者に声をかけ、町への道を教えてもらうが、その見返りに施しを求められた。この貧者は、信人深く、神への祈りに毎日明け暮れているが、石品にあえで、 おり、ドン・ジュアンは、神様を呪ってみろ。そうすれば、累金貨を一枚恵んでやるぞと言い放つ。結局金貨を恵んでやったドン・ジュアンだが、今度は三人の族を相手に、古軍奮闘する貴族を見かけ、助立ちに飛び入る。守備よく、救出に成功するのだが、なんとその男は、エルビールの兄であるドン・カルロスであり、まさにドン・ジュアンを追ってやってきたのであった。そうとして、立場を、 ドン・ジュアンの友人と偽り、彼に償いをつけさせると約束してしまう。が、その直後に、ドン・カルロスの弟ドン・アロンスが来てしまい、正体が露見してしまう。ドン・カルロスは、騎士として、命を救われた恩を忘れず、その返礼として、仇を討とうと生きり立つ弟をなだめて、ドン・ヌ・エル・ビールとの約束を守るように、ドン・ジュアンに告げて立ち去った。恐怖で隠れていた菅ナレれるドン・ジュアンが、 叱りつけていると、今度は立派な建物が見えてきた。この建物は、以前ドンジュアンが決闘で殺した騎士の墓なのであった。大理石のその騎士の像を見て菅なれるが怖がるので、ふざけて晩餐に招かせたところ、なんと像がうなずき、それを承諾したのであった。晩餐に現れた騎士の像、ドンジュアン、菅なれるドンジュアンの部屋から幕開け。像がうなずいたのは、 単なる錯覚だと気にも留めないドン・ジュアン。そこへ、様々な人間が現れる。借金の返済を求めて、ディマンシュが現れ、厳格な父ドン・ルイは、息子の宝刀ぶりを説教しにやってきた。修道場になる覚悟も決め、ドン・ジュアンのためを思って、心から身持ちを改める、よう、エルビールも勧めに来たが、いずれもドン・ジュアンには、何の効果もなく、ただ聞き流してしまう。 ようやく晩餐を始めるが、やたらととを叩く者がいる。とを叩いていたのは、騎士の像で、晩餐に招いてもらったお礼に、ドンジュアンを晩餐に誘いに来たのであった。それを承諾して、第四幕終了。舞台は郊外。ドンジュアンは父に回収を誓い、継がなれるは大変な喜びを見せるが、これは、偽りだった。ドンジュアンは、偽善者になることにしたのである。そこへ、 ドンカルロスが現れる。妹のエルビールと共に暮らすことを要求しに来たので、あるが、ドンジュアンは、エルビールは世を捨てる覚悟を決めたし、神にお伺いを立てたところ、エルビールのことは気にかけるな、一緒に暮らしては、お前の魂は救われぬとのことであったのでそれは、できないと返答し、ドンカルロスの怒りを買ってしまう。それどころか、決闘の約束までしたのだった。 以前よりも性質が悪くなった主人の姿に呆れ返る菅ナレルであったか、そこへ亡霊がやってきた。亡霊は、改春を進めるが、これを無下に断るドンジュアン。そこへ、騎士の像が現れ、手を握った瞬間に、ドンジュアンの体の上に雷が落ち、大きな炎が吹き出した。ドンジュアンが死んで誰もが満足し、丸くことは収まったが、長年仕えてきた、菅ナレルだけが報われない。 俺の給料、俺の給料、とスがナレルが連呼しているところで幕切れ。この伝説の起源はスペインにあり、これを初めて戯曲にしたのはティルソデモリーナであった。この戯曲は彼が修道像であったせいか、宗教的な色彩の濃い作品となっており、ドンジュアンは単なる女にだらしない男としてしか描かれていない。どのような経路でイタリアへ伝わったのかは不明であるが、 おそらく、コンメディアで、ダルテへ伝わってのことだと思われる。この伝説がイタリアに伝わってから、豊かに肉付けされ、コミカルな要素がかなり増えて、宗教的な色彩が弱まった。1650年頃チコニーニなどによって、これを題材とする喜劇が生まれた。17世紀半ば、イタリア人の喜劇劇団によって、即興劇として、フランスにまでもたらされた。 これが大成功を収めたので、いくつかのフランス語版、ドンジュアンが生まれることとなった。初めに手をつけたのは、ルイ14世の王女が所有する劇団に所属していたドリモンあル作家で、1659年にリヨンにて書籍として刊行された。かなり自由な翻訳で、本案と呼んだ方がふさわしいものであったという。これと前後して、パリのブルゴーニュ劇場の俳優ドビリエが、 極めて忠実な翻訳訳であると持参するとすフランス語訳を作成した。この二人の作品は成功を収めたようだが、その内容はそっくりである上に、ドビリエが作品出版に際してその序文で、イタリア劇団のドンジョバンニの評判の良さを聞いた、劇団の仲間からイタリアものをフランス語に移し替えるように勧められたと述べているところを見るに、同じ作品を下敷きにしたと考えられる。 ただし、この伝説を扱ったイタリア人の手になる作品は、チコニーニの作品しかないので、散逸してしまった別の作品を定本としたのだろう。確証はないが、1652年にナポリで出版された記録のあるジリベルトの作品を下敷きにしたのではないかと考えられている。この2作品は現在となっては、モリエールに着想を与えたという以外に、 文学的な価値がなく、内容的にも、大して面白い題材とも言えないような、ドンジュアンが大成功を収めていたのは、騎士の像が口を聞いたり、主人公が雷に打たれたりする、舞台技巧が、当時のパリ市民たちに喜ばれたからである。本作は、こうしたドンジュアン伝説の人気の高まりを受けて、制作されたものである。モリエールの喜劇作家としての、実力的にも、 社会的にも絶頂期に書かれた作品であるが、その生活においては、必ずしも順風満帆というわけではなかった。1662年に結婚した妻、アルマンドとはうまくいかず、胸部の疾患が悪化しており、健康状態も良くなかった。それに加えて、パルチュフは、キリスト教の秘密結社、生体秘籍協会の猛抗議を受けて、上演禁止となり、その後も、親友、 劇団の看板役者の死去、息子の溶接など不運が重なり、肉体的にも精神的にも非常なダメージを負っていた。そのため、劇団の本拠地パレロワイヤルではほとんど講演は行わず、有力貴族たちの家において講演をしたりする程度の活動しか行っていなかったが、モリエールはすでにたくさんの座員を抱える劇団の座長であり、ライバルも多数いるため、いつまでも このような状態でいるわけにはいかなかった。この頃にはすでに人間嫌いの副案を思いついていたというが、人間嫌いは独創的な対策であり丁寧に仕上げるつもりであった。ため、座員の一人の信言に従って当時パリで流行していたドンジュアンを題材にとって作品を書き上げることにしたのである。こうして上演されたドンジュアンは、目論み通りに大成功したが、再び、 タルチュフの上演を禁止に追いやったキリスト教信者たちが騒ぎ始めた。モリエールは自発的に第3幕、第2形をカットしたが彼らの攻撃が止まなかったために連日大入りにもかかわらずわずか15回の公演を行った後に上演を自ら中止した。自発的に上演を中止してからもジャンセニストから激しい口調で彼を攻撃するパンフレットが発せられたので モリエールの友人たちがそれに反爆するための出版物を準備したが、ルイ14世が仲裁に乗り出したことで、争いは収まった。この後、家庭生活の不和やラシーヌの裏切りなどもあって、持病の胸部疾患が極度に更新し、床に伏すことになった。死亡したという噂さえ広まったが、度重なる不幸にもめげず、彼の代表作の一つとなる人間嫌いの執筆を進めていたのである。 本作は、モリエールの没後数年経ってから、未亡人アルマンド、ベジャールの誓願によって上演が許可された。しかし、上演されたのはコルネイユが手を加えて、毒を抜き去ったものに過ぎず、そのままの上演がなされたのは19世紀の半ば頃になってからであった。手っ取り早く成功を見ることを目的とした本作は、極めて短時間のうちに制作された。当時の慣習として、 語幕にも及ぶような対策は、アレクサンドランを用いて書くとか、一致の法則を必ず遵守しなければならないなどがあったが、モリエールは本作においてそのすべてを踏みにじっている。また、17世紀のフランスにおいては、同時代の作品からアイデアの釈用を行うのは、公然と行われていたことで、本来とがめられるべき行為ではなく、モリエールもたびたびその作品において、 話の筋や、ある場面を同時代の劇作家からそっくり引き抜いて、来たりしているが、本作においては、その釈用の跡が著しく見られる。他にも、喜劇と悲劇の要素が乱雑に入り混じっているなど、作品としての形式的完成度は、戦術したような事情もあって、決して高くはない。であるにもかかわらず、本作がフランス古典喜劇の名作の一つに数えられているのは、 モリエールの天才によるところが大きい。主人公、ドン・ジュアンは、スペインの芝居に描かれているような、単なる女たらしとして描かれるのではなく、イタリアにて、情熱的で快楽追求者としての面が付与された後、モリエールによって複雑な近代的な性格を与えられ、普遍的なタイプにまで引き上げられるに至った。第二幕までは快楽を追い求めていたドン・ジュアンが、 第3幕では無心論者となって登場し、第5幕では偽善者となって登場する。軽薄かつ邪悪な男ではあるが、見知らぬ男を助けに行く偽教心もあれば、騎士の像を平然として晩餐に招く単の太さも持ち合わせている。モリエールによって描かれたドンジュアンは彼の人間観察のたまものである。当時はフロンドの乱などの収束によって絶対王政の基礎が固まりつつあり、 それによって、貴族勢力たちが政治的な権力をほぼ喪失した時代であった。莫大な富を要し、数々の特権を享受していた彼らであったが、無意図色の勇敢階級と化し、彼らの中からはそれまでのスペインやイタリアで描かれていたようなドンジュアン的な人物が数多く輩出された。こうした貴族たちの多くは無信論者であったが、それは、 自己の行動を合理化するための口実に過ぎず、深い施策や哲学的な裏付けがあってのことではなかったために、特身的行為も平気で行うのであった。そのような彼らであったが何かの契機で、従来の宝刀ぶらいな生活態度を捨て、キリスト教に敬すると、極端に熱烈な、狂信者とさえ言えるほどの状態になる場合も珍しく、なかった。かつて南フランスを巡業していた下積みの頃、 モリエールの被護者だったアルマンド・ブルボン・コンティはそのいい例で好き放題やっていたところ、1657年に突如敬虔なカトリック教徒へと化し、モリエールは被護を失うどころか罪深い娯楽などと言われて弾圧の対象となったのであった。観客の反応が良かったにもかかわらず、激しい非難によってわずか15回で上演を取りやめたことは戦術した。しかしそれだけでなく、 モリエールの生存中には二度と上演、出版されなかった上、1682年にラ・グランジュによって刊行された初のモリエール全集でも、当局から大幅な削除を命じられた。この結果、誰の手も加えられていない、モリエールの書いたそのままのドンジュアンは忘れ去られ、上演中止の1665年から1841年に舞台で上演されるまで、 実に176年間眠り続けた。たまたま初演の脚本がアムステルダムで出版されて残っていたため永久に忘れ去られずに済んだのである。生体筆跡協会を中心とする共振者たちの激烈な反発を受けた、タルチュフでさえ上演が禁止されてから5年で再開許可が出ているのに対して本作は異常なほどに厳しい運命を辿っている。 本作は、その扱っているテーマの発生過程も関係して、バロック劇の色彩が強いが、それでも完全な喜劇である。しかし、本作には、タルチュフ上演禁止措置を受けたモリエールが激しい、怒りを込めて、宗教的偽善を暴くために、様々な仕掛けが張り巡らされている。すでに聖職者や狂信者たちは、本作が公開される前から怒りで燃え上がっていたのに、 そんなことをすれば、油を注ぐ結果になるのは火を見るよりも明らかであった。ところで、モリエール以前にフランスで公開された作品が問題にならず、なぜ本作品だけが問題になったのか、本校ではこの件について扱う。17世紀フランスにおいて演劇界とカトリック教会との関係は極めて厳しいものであった。この当時の俳優の社会的地位は、 極めて低く、先民とさえも言えるありさまだった。そのような別種の影響もあって、もうの主教、母主へは演劇を悪魔によるものと断じて激しい攻撃を加えたが、これらは、要するに、信者たちが演劇の魅力にやつされて、信仰心を失うことを恐れた聖職者たちの防衛策であった。舞台の上で神の偉大さや宗教の権威を攻撃したり、 ないがしろにするようなことが行われるのは断じて許せなかったのである。この当時は俳優になった瞬間にカトリック教会から波紋を宣告され、教会からの異端扱いが始まった。善良なカトリック教徒に戻るには、被災の前で俳優業を捨てる旨を宣告しなければならなかった。病は、日からの上演中に激しい発作に襲われ、そのまますぐに息を引き取ったモリエールは、 この宣告をする間もなかったため、扱いとしては、異端のまま、この世を去ったのである。そのため、カトリックの墓地に埋葬する許可を得られず、結局未亡人のアルマンド・ベジャールが、ルイ14世に請願することで、ようやく埋葬が許可されたのであった。現代からすれば信じがたいような話だが、当時の演劇界と教会の激しい対立を簡潔に、表す恒例である。 1665年2月15日の初演を見た、ある信者が、ロシモンなる偽名を用いて、本作を批判する文書を認めた。石像の縁と題するモリエールの喜劇に関する考察、と題された、この文書は、キリスト教信者の攻撃を代表するもので、その批判は、以下の4点にまとめることができる。1、堕落した、修道所と、明らかにされたその売人行為ドンジュアンに誘惑されて、 その言葉を真に受けて、修道院から抜け出して結婚までした、エルビルを、ロシュモンは、堕落した、修道所と定義した。エルビルという登場人物は、モリエールの独創によるもので、本作に先行して公開された、ドリモント・ド・ビリエの作品では、彼女のような女性は出てこない。その代わりに、アマリーユという女性が登場するが、彼女には、恋人がいて、 ドンジュアンなど相手にもしていないという点で、エルビルと決定的に違う。ドリモン、ドビリエの作品におけるドンジュアンは、あまりーを自分のものにしようとして、彼女の家に忍び込み、騒がれて逃走するときに、彼女を守ろうとする騎士長を殺害しているので、あまりーは完全な被害者でしかなく、批判の対象には全くならない。ところがそれに対して、エルビルは、どれほど、 慈悲深い女性として描かれていても、男の誘惑を受けて、修道院を抜け出したという官員の過去は否定できない。しかもその男が、よりにもよってとんでもない偽善者として描かれている、ドンジュアンだったのだから、なおさら、ロシモンをはじめとする信者たちは激しく、反発したのだった。つまり、期待の偽善者の誘惑に、修道所がなびいたという描写と、 その修道女が修道院の尊厳を犯したくせに、美徳の持ち主として描かれ、同情的に扱われている点が我慢できなかったので、ある。二森の貧者の扱いずみに,にについて。本作において、最も問題視されたのが、第三幕、第二継のこの場面である、ドンジュアン、こんな森の中で、何をして、暮らすんだ貧者、私に施し物をくださる。 ご慈悲深い方々のご繁栄を祈るのに、明け暮れております。ドンジュアン、そんなら、お前だって楽に暮らせぬわけはなさそうなもんだが。貧者、ところが、旦那様、空役わずの状態でございまして。ドンジュアン、おかしな話だ。お前の心尽くしも、さっぱり神様に通じないと見える。ははは、神様を呪ってみな、たった今一類金貨をくれてやろう。ヒン旦那様、 ドンジュアン、呪わぬ限りは、恵んでやらぬ。すがなれる。さあ、一言だけでも呪ってはどうだ。別に、悪いことはないのだから。ドンジュアン、取れ、この金貨、さっさと取れというのに、だが呪うんだぞ。貧者、いいえ、旦那様、飢え地にした方がましでございます。ドンジュアン、よし、よし、人類愛のためだ。これはお前にくれてやろう。ドリモント・ドビリエの作品においては、 近者の代わりに巡礼者が登場する。巡礼者は非常に特進的で立派な人格者として、そしてドンジュアンはより卑劣に描かれており、なおかつ、この場面は劇の進行に欠かせない重要な役割を担っている。ところが本作では、この場面は劇の進行に一切の影響を及ぼさない。なくても構わない場面だから、批判を受けて削除するということが可能であったわけだが、 そのような場面を、モリエールは、わざわざ加えたのであった。17世紀当時、イエズス会や生体秘跡協会をはじめとする、宗教者たちは、貧者への施しを積極的に奨励していた。彼らは貧者を天国に近い存在として認めており、上で見たように貧者が施しを要求するのは、当然とさえ言える行為であった。ところが、ドリモント・ド・ビリエの作品に登場する巡礼者が、 信仰に厚いために金銭に一切の関心を示さないのに対して本作に登場する貧者は金銭をもらうことしか考えていない。さらに、施し物をくださるご慈悲深い方々のご繁栄を祈っていると言い出したり、空食,食わずの状態と惨めさを強調してとにかく金銭を求める心根が透けて見えるこれらの描写は貧者の俗物、希少さを印象づけている。 こうしてモリエールは当時神に近い存在として認められていた貧者を登場させてその非正さをさらけ出し宗教的偽善がどのようなものかを示した。現世における神の無力と神に奉仕すると称する人物がいかに非正かを露骨に描いてみせたこの場面が宗教家たちの激烈な怒りを買ったのは戦術した通りである。3. ドンジュアンの無信仰と 偽善露守門は、ドンジュアンを、出会う娘を、片端から誘惑する自由思想家、全信仰を2たす2は4、4たす4は8という概念に帰結させる、無神論者と定義した。本作において、ドンジュアンは、口説きの限りを尽くして、美女の心をなびかせることを楽しむ、魚食家として描かれている。彼が女性を、自分のものとするにあたって、用いるのは結婚である。 現在においても、結婚詐欺は罪であるが、17世紀当時はそれだけで、なく、宗教的な罪でもあった。結婚は、神の前でする誓い、カトリックの七つの秘跡のうちの一つであったから、その誓いを破るというのは重罪であり、ロシュモンが自由思想かと非難する根拠はここにある。ドンジュアンが、それまで、独身的であったのに、第五幕で急に敬けなキリスト教信者を、装い出すのは、 当時の貴族たちの様子を的確に描写している。ルイ十四世の宮廷には、大勢の女と浮き名を流したり、教会の墓を暴いたり、豚に洗礼を受けさせるなど、放らな生活にうつつを抜かしたり、特進的行為を犯して喜ぶ貴族が、大勢いた。その上彼らは年をとって死が近くなると、急にそれまでの行為を反省し、偽善的な信仰に励み始めるのであった。 このドンジュアンの変身は劇構成上も重要な意味を持っていた。第5幕でドンジュアンを徹底的な悪人として印象づけることで雷に打たれて地獄落ちという結末を観客が無理なく受け入れられるようにしたのである。第5幕ではドンカルロスとの対決場面にも問題があった。誠意を込めて結婚による妹エルビールの名誉回復を願うドンカルロスにドンジュアンは 以下のように答える、ドンジュアン、ああ、なろうことなら、ぜひともお望みを叶えてあげたいところ、が、神様のおぼしめしは、それと、正反対なのです。神様は私に暮らしぶりを改めるよう、お告げになりました。私としては、中心からそうしたいと考えておりました。今日も、そのことで神様に、お伺いを立てたくらいです。しかし、心理を伺ったところ、 おいも男の身を夢心にかけるな、共に暮らしては、救済を受けることなど絶対にない、と聞こえてきたのです。あらゆる責任を神に転化し、まるで神の代理人であるかのように振る舞って、他人の行動を裁く、この偽善者の姿は、腐敗した、当時の聖職者たちの面影を忠実に描いた、ものであった。パルチュフにもこれとほぼ同様のシーンが第四幕にて、描かれており、その卑劣さを、 観客の目の前に暴く手法は全く同じものである。パルチュフが非難を浴びて、上演中止にまでなったのに、宗教関係者たちを逆上させるに違いない、偽善告発の場面を改めて盛り込んだのであった。こうして、宗教関係者が一番嫌がる信仰に関する、偽善を通して堕落しきった認否人の姿を描ききり、法当残媒の大貴族と共信者たちへの復讐を、同時に行ったのである。 4. 下僕、菅ナレルの上辺と、本性森の貧者と並んで、宗教関係者が奮撃したのが、菅ナレルの存在だった。演じたのは森エールだったから、ますます憎い。ロシモンは菅ナレルについて、以下のように述べる、滑稽千万に神を論じた上で、わざと大げさにひっくり返って、自分の論理をぺしゃんこにしてしまう無茶な奴、主人の軽薄なおどけに、お似合いのハレンチ感、だって、 お化け入道をさえ信じていれば万事は結構、他のことなんぞくだらんのですよとの言葉でわかる。すがなれるに噴して、神と悪魔を嘲笑し、天国と地獄をからかい、矛盾だらけの言葉を用いて、美徳と悪徳とを混同し、信心かと思えば、不信心、泣いたり笑ったり、言い返すかと思えば賛成し、検悦感であると同時に無信論者、偽善者で自由思想家人間と魔物の一神同体。 要するに、あの男自らが定義するように、人間の皮を被った悪魔なのである。このように、ロシモンは、スガナレルとモリエールを混同するほど怒りに燃えている。スガナレルはもともと、スペイン喜劇に流れを持つ下僕の方の一つであって、大食いで酒飲み、弱虫でおしゃべりといった特徴を有している。スペイン風喜劇の流行は1640年頃から20年。 近く続いた現象であるから、ロシュモンがこれほど激烈な批判を加えたのは、菅ナレルが単なるスペイン系の下僕の方からはみ出して複雑な性質を持っていたからであるし、その後ろにモリエールの宗教的偽善を糾断する姿を見たからである。菅ナレル、俺の主人のドンジュアン様は世にも稀なる大悪党、狂犬みたいな奴、悪魔、トルコ人、異端者、 天国も地獄もお化けも信じないようなお方なんだ。柔道前にこの世を渡たる、エピキュロスの豚、サルダナパールさ。どんな忠告にも耳を貸さず、俺たちの信じるものはみんな、根も葉もないと取り上げない。昭和なお殿様なんて厄介な白物さ。やりきれないと思いながらも、お役目大事に務めにゃならず、怖いばかりに仕事に精を出す。腹の虫を押さえつけて、嫌で、 たまらぬことをご無理ごもっともで通すのも一度や二度のことじゃない。主人の悪徳を批判する善良な下僕を装い、口先でこそ不貧困をなじるが、これほど思い切った悪徳の持ち主に仕えて、世間の第三幕第一系では、ドンジュアンに議論をふっかけ、変身させようと心を見るが、ここでもドンジュアンに追従する嬉しさが滲み出る。そして自身の稚拙な論理に、以下のようにして、 肩をつける、すがなれる、へりくつとおっしゃいますがね、旦那様がなんとおっしゃろうと人間の中には何か、まか不思議な、学者が寄ってたかっても、説明のつかないものがあるというのでございます。なんとも不思議じゃございませんか私がこうして、ここにいて、頭の中に何かあって、一時にいろんなことを考え、思いのままに体を動かすっていうのはそれ、手を叩く、腕を上げる、目を空に向ける。 頭を下げる、右へ行く、左へ行く、前に後ろにぐるりと回る、ドンジュアン、ソーラ。お前の絵、理屈もペシャンコだ。思いのままに体を動かしているくせに、意図せずしてひっくり返ったことで、菅ナレルは、ドンジュアンに、論破されてしまう。ところがここには、せっかくの信玄を無下にされた、誠実な下僕としての怒りなどを存在しない、主人の無信仰や、 女砂取りといった不貧乏を煽り立てて楽しんでいるからだ。森の貧者の場面において、さあ、一言でも呪ったらどうだとのセリフに、菅なれるの心中は如実に現れている。ところが、菅ナれる自身には、主人と違って信仰がある。ただし、それは経験な心に裏打ちされた信仰ではない。菅ナれる、旦那様の本当のお考えを一つ伺いたいもんで、全体、 旦那様は神様をまるっきりお信じにならないんですかドン・ジュアン、どっちだっていいじゃないかスガなれる、つまりお信じにならないんですね。じゃあ地獄はドン・ジュアン、ふふん。スガなれる、ご同様ですかじゃあ悪魔はいかがですドン・ジュアン、うん、うん。スガなれる、終死回させるのに、こんなに骨の折れる旦那ってありゃしない。それじゃちょっとお伺いしますが、お化け入道はいかがです お信じになりませんかドン・ジュアン、この大馬鹿者め。すがなれる、そいつはどうにも我慢がなりません。たとえこの首を絞められても、お化け入道ほど、本当のものがございません。ですけれど、仮に何かを信じるとしたら、何を、お信じにいるんですドン・ジュアン、俺が信じるのはな、すがなれる、2たす2は4、4たす4は8ってことだけだ。すがなれる、いやはや、 結構しごくなご信仰で、旦那様のお終士は三述みたいでございますな。人間の頭には妙な考えが宿るもんで、学問をしたばかりに帰ってバカになるというのも珍しくございません。私は旦那様のようには学問をいたしませんでした。私に何かを教えたと言って言われる奴は一人もおらんのです。でも、私のケチな考え、判断で、 どんな本よりも物事がよくわかるのでございます。地獄や悪魔の恐怖が彼の信仰を支えている。学問をしなかったおかげで、すなわち無知なままでいるおかげで、神の存在を素直に受け入れられるのだという。この場面は、信ずる者こそ救われると伝道に励む、宗教家たちにとって激しい怒りを感じる場面であった。このような描写は、ドリモンやドビリエの作品には見られず、あくまで、 モリエールの作品にのみ見られるものである。彼は本作で神の存在や信仰という深刻な問題を菅ナレルが行う愚劣な証明やドンジュアンの嘲笑を通して扱い、共信者たちに思い切った挑戦をしたのであった。菅ナレルの姿が他の二作と違っているのは結末でも同じである。新鮮味のない教訓的な結末で終わらせているた二作に対して、 本作では、菅ナレルの、俺の給料、俺の給料、との醜い嘆きによって、結末を迎えている。この誇張された嘆きによって、完全懲悪を主題とした伝説を扱った本作は、完全にパロディ化され、引き劇から衝撃風の作品へと姿を変えたので、あった。パルチュフの中には、宗教を槍玉にあげたり、信仰自体を長老する場面はなかった。しかし、 それだけに、タルチュフ上演禁止騒動でダメージを負ったモリエールが怒りを込めて書き上げた本作は、その描写の危険性で圧倒的にタルチュフを上回っているため、後々までも徹底的に危険視され続け、200年近く眠らなければならなかったのである。ありがとうございます。